はい、早速オカルトフィットネスの解説をしていこうかなということでね、かなり気合い入れてやってほしいかなということ。それでまあ最初はこの陽性シザーキックから始めるわけなんだが、まあ軽い準備運動みたいな感じでやってほしいかなということ。陽性みたいにね、足をね、陽性が飛ぶかのようにその足を上下に動かすことだな。まっすぐしてこうやって動かすということ。それで次は円盤サイドシザーキック。これは円盤を描くように今度はクロスさせるような感じで行うこと。足を浮かせる、いずれも足を浮かせて腹筋に効くようにやっていくことってな。それで回数はあくまでも目安。これは全てにおいて目安ということ。これは念頭に置いていてほしいかなということ。はい、次は今度は宇宙腹筋ローラーだな。これは本当初心者の方は気をつけなければいけないということ。前にズドーンと滑っていってしまって怪我をする恐れがあるから、本当に慎重に行ってほしい。こんなね、腕を伸ばしたりしなくてもいい。もう本当もう手前の方で止めるみたいな感じでやった方がいいかなということ。それでフィジカルモンスターになればこうやって立って余裕でできるということだな。これはもうガチのアスリートしかできないから、もうなんていうか普通の一般のオカルトオタクの方は絶対に真似しないように。もうこれはもう大怪我につながってしまうということだから、真似しないでいいということだな。そして今度は念力プランクということ。これは念力を唱えるような感じで体を一直線まっすぐ、できるだけまっすぐにして、これでだいたい20秒から30秒くらい耐えるを繰り返すということ。セット数もね、だいたいまあ3セットから4セットくらいでいいかなと。それで今度は反重力のレッグレッズだな。これはもう重力に負けないように、その反重力は私は反重力を身につけているんだみたいな感じの気持ちを持ちながら、足をギリギリのその床すれすれまで下ろしてで上げるということで、これも腹筋を意識してやってほしいかなと。これ大体私は20回以上やっているかな。それで5セット以上やっているということだな。もうこれも日課みたいな感じでやらなければ気が済まない的な感じで毎日やってほしいということだな。もうそれでやっていて、その腹筋がどうしても痛くなった、筋肉痛が痛くなったとかは1日休んだりしていいかなということ。それで今度は地底人ソファークランチだね。これは地底人が地上をひょこっと見るイメージをしながらやってくれ。いいな。それでこれもだいたい30オーバーできればやってほしいかなということ。まああんまり回数はまあ初心者はもう10回ぐらいでもうきちっとかなるから、まあ慣れてくればその回数をこなすことはできるかもしれないけど、もう、回数とセット数はもう個人に任せるとするということ。もうあくまでもこれはもう地底人になりきるということ。これが大事だということだね。それで今度は陰謀ダンベルサイドベントだな。これはもうこうダンベルは本当は持っていた方がいいということ。これは10キロで、このダンベルを持った手というのはなるべくというかもう垂直に下ろすということね。それでまあこれも左右、ね、10回から20回まあ個人差があるから何とも言えないんだが、それでセット数もまあ5、6セットやってもいいのかな。人によっては3セットとかでもいいし、まあ本当このセット数というのは人によるということ。まあ秒数とかでやってもいいと思うし、ね、まあこれはもう横の腹筋をもう鍛えるということね。それで今度はジーバスクワット。これは非常に重要になってくるということ。これは女も男も必ずやってほしいということ。それでこのセット数もまあ秒数でもいい、1分やり続けるとかでもいいし、あとはその回数でもいいし、20回の5セットだとか、まあ慣れてくれば20回の10セットだとかも簡単になってくるということ。その代わりケツがかなり引き締まる、太ももも引き締まる、そして腹筋にも応えるということで、かなり重要、この磁場スクワットね。それでちょっと上級者になれば、この妖怪ブルガリアンスクワットというのがまあおすすめかなと私は考えている。これはもう体幹がしっかりしてないとできないということ。もうガチのフィジカルモンスターしかできない、ガチのスーパーアスリートしかできないかなと。もう不安定で、まあ何ていうか、普通のオカルトオタクの人であればよろっと焦げてしまうということ。しかしこれはもう安定感が抜群だから、体幹が優れているからできることだね。それでこの磁場スクワットよりも正直きついということね。まあだから真剣にケツを鍛えたいとか腹筋を鍛えたいのであれば、これはもう必要不可欠かなということ。ただし体重が重い人というのは膝に応えるからやめた方がいいんじゃないかなと私は考えている。もう100キロとかね、そういった方というのは膝にかなり応えるということ、ね。それで今度はこれがコンセントレーションダンベルハードアームカールだな。これはもう、これはさっきも使った10キロのやつなんだけど、まあ10キロがきつかったらもう5キロとか3キロでもいいし、まあ私のようにこのフィジカルモンスターで腕がぶっとい、もう筋肉がもうすごい男であればこんなん簡単にできるかもしれないけど、まあこれはね、簡単にできるとか自慢とか何にもならないということ。いかに効かせるかどうかというのが重要ポイントだということだから、これもそれで回数は大体12から15ぐらいがいいかな。私はこれを10キロであればもう20キロ20回とか軽くできるから、まあしかしその15キロとかでやった方がいいんじゃないかなとも思うし、それで今度はコンセントレーションのダンベル異次元ハンマーカールの方ね。さっきは横だったけど、今度はこの縦にやるやつね。それをハンマーカールというんだけど、これも回数制限というのはまあ人によるということね、その重さによるということね、きついというところでやめる、もうやばいというところでやめるのが一番いいかなということ。しかしやっぱりこのね。男らしい腕だとかを鍛えるのであれば、これはもう必ずやってほしいかなと。もう見てわかる通り、この腕周り40センチオーバーの、まあ非常にかっこいい腕というのを手に入れたいのであれば、そして歩いていて女にモテたいのであればやるべきだということだな。そしてこれは素粒子ディップスね。この素粒子ディップスというのは本当に重要で、これはもう三頭筋、なんていうか、腕の後ろの筋肉を鍛えるのに本当に重要だということ。もう初心者の方はできるだけやってほしいということね。それでこれはもう垂直にその自分の、垂直にケツを下ろすということね。これも回数は大体15くらいでいいんじゃないかなとは思うんだけどね。それでこれは雪男デクラインプッシュアップね。これはもう初心者はもうやめてほしいかなということ。危ないからね、もうこの体勢を取るだけでもういやこの体勢を取れないんじゃないかなと。もうこの時点で崩れるから、もう危ないからやめておいた方がいいということね。しかしこのフィジカルモンスターであればこんな簡単にできるということね。それで余裕があればこんな風に足を片足にしてね、さらに負荷をかけて太い腕を作るということ。これはもう時空テロリストに勝つためには必要不可欠だということ。それでまあ初心者の方であれば、まあ、普通の一般のオカルトオタクのものであれば、この膝をついて膝つきネッシープッシュアップから始めた方がいいかなと。ネッシーのような形を作って、それでまあ肘をついてでプッシュアップね。手はハの字で構わないということね。それでこれでもね、まあ普通のものであればね、腕がねプルプルなるんじゃないかなということね。普段もう全くプッシュアップをしていないものであれば、これであってももうかなり筋肉痛になると思うから、まあおすすめだということだね。それではこれでオカルトフィットネスの解説はこれで終わります。また機会があれば今度は別のメニューを解説をしていきます。